お世話になっております、マサルです。今回はレインボー攻撃についてお話ししてみたいと思います。レインボー攻撃とは、レインボーテーブルを使って時間と空間を節約しながらハッシュ値を平分から推測する方法の一つです。言葉だけだと分かりづらいですよね。実際レインボー攻撃に関してはかなり複雑な要素があります。今回ちょっと説明に自信がない部分もあるんですが、頑張って話してみたいと思いますので、どうぞお付き合いください。それでは始めていきましょう。まずレインボー攻撃について説明する前に、これまでの学習内容の振り返りを少しした方が分かりやすいと思うので、振り返りをしていきます。前回は攻撃者がパスワードファイルにあるパスワードのハッシュ値から元のパスワードを推測しようとする場合の話をしました。ハッシュ値はハッシュ関数によって算出された値なので、一方向性の特性を持っています。つまりハッシュ値から元の値を推測することが極めて困難であるということです。そこで攻撃者は計算によって元の値を推測するのではなくて、よく使われるパスワードのハッシュ化した情報をまとめた対応表を作って、当てはまるハッシュ値を探し出して推測するという手法を使ってきます。この対応表でもし一致する情報があれば、せっかくパスワードをハッシュ化したとしても結果としてパスワード自体を推測されてしまいます。そこでソルトの出番です。ハッシュ値を作るときに平分にソルト値と言われる乱数も一緒に含んでハッシュ化を行います。例としてユーザーマサルの平分のパスワードがアドミンだったとします。ソルトを使った場合のパスワード管理をする場合は、アドミンとソルト値を組み合わせた情報からハッシュ値を作り出すので、平分のアドミンだけで算出されたパスワードのハッシュ値とは異なる値ができます。この仕組みを使うと、攻撃者の対応表を使ったパスワードの推測ということができなくなります。これが前回までの話です。そしてここからが今回の話です。攻撃者はレインボー攻撃と言われる手法を使って、効率的にハッシュ化される前の情報、つまりパスワードを推測しようとしてきます。それではレインボー攻撃について見ていきましょう。レインボー攻撃について詳細を話す前に、先に注意点だけお伝えしておきます。レインボー攻撃というのは、効率的にパスワードを推測するための手法です。レインボー攻撃を使うことでソルト値を無効化することができるとか、ハッシュ化した情報を元の情報に戻すとか、そんな魔法のような技術ではありません。あくまでも効率的にパスワードを推測するための方法の一つです。なので逆に言うと、適切なセキュリティ強度を持ったパスワードとソルト値を加えたハッシュ値であれば、レインボー攻撃を使ったとしてもそう簡単に推測されるわけではありません。レインボー攻撃は魔法のようにハッシュ化された情報から平分を推測するようなものではないので、そこは注意してください。ではレインボー攻撃の詳細、詳しく見ていきましょう。今回の例では、攻撃者がソルトを含んだパスワードのハッシュ値ハッシュ X を推測しようとするというシナリオで考えていきます。今回の例ではユーザーマサルのパスワードは攻撃者は知りませんが、パスワードは1234になっています。ソルト値が ABCD です。パスワード1234とソルト値 ABCD を合わせてハッシュ関数を使って算出された値がハッシュ値 X になっています。攻撃者が分かっているのはユーザー ID とソルトの値とパスワードとソルトの値から算出されたハッシュ値であるハッシュ値 X という値です。もしソルトがなければ、攻撃者は対応表を使ってパスワード1234に対するハッシュ値の情報を探していって、ハッシュ値がもし一致すれば推測できたかもしれませんが、今回のハッシュ X は1234とさらにソルト値 ABCD を組み合わせた情報なので、攻撃者が用意している対応表とは一致せずに推測できていません。ソルトを踏まえた対応表を攻撃者が使おうとすると、ソルトのバリエーションの数だけ対応表が必要になってきます。つまり対応表が膨大になってしまうということですね。
対応表が膨大になるということは、その中から情報を探し出すのにもかなりの時間がかかってしまいます。つまり攻撃者からすると、対応表をもっと小さくして、データ容量を小さくして、推測を効率よく行いたいという思いがあります。冒頭でレインボー攻撃について言葉で説明しましたが、レインボー攻撃はレインボーテーブルを使って時間と空間を節約しながらハッシュ値から平分を推測する方法だと紹介しました。これは対応表を小さくして効率的に推測する、これが時間と空間の節約のことだと思ってください。では次にレインボーテーブルが作られる流れを見ていきましょう。まずは攻撃者は考えられる適当なパスワードを用意します。今回は数字4文字のパスワードと英字小文字のソルト4桁というパスワードルールであると仮定します。なので今回考えられる適当なパスワードとして、例えば 0000ABCD という値を勝手に作っておきます。この 0000ABCD という平文に対して、パスワードファイルで使っているものと同じハッシュ関数を使ってハッシュ化を行います。するとハッシュ1というハッシュ値が出てきます。そして次がポイントです。算出されたハッシュ値1に対して還元関数という関数を使って計算を行います。還元関数はハッシュ値からパスワードの候補となる値を生成する関数です。この還元関数は与えられているパスワードルールにのっとった平文を出力するようにうまく設定してあげます。今回で言えば数字4桁と英字小文字の4桁を組み合わせたものを出力するというルールで還元関数を作ってあげます。すると何らかの数字4桁と英字の小文字4桁の平文の値が算出できることになります。今回は例として2489ABCD が算出されたとします。ここで還元関数についてもう少し補足しておきます。還元という言葉の響きを聞くと、いかにもハッシュ関数をかける前の元の値に戻すようなイメージがあるかもしれませんが、ハッシュ関数は一方向性の特性があるので、計算して元の値に戻す、このようなことはありえないと思ってください。還元関数というのはハッシュ値を考えられるパスワードの候補として何らかの平文に変換してくれる関数です。レインボーテーブルが作られる続きを見ていきます。この還元関数によって算出された値を同じようにまたハッシュ関数にかけてハッシュ値を作ります。ハッシュ値ハッシュ2ができます。そして算出されたハッシュ値をまた還元関数にかけます。このハッシュ関数と還元関数を同じようにどんどん繰り返していきます。このように繰り返してつなげていくことをチェイン化と言います。何回繰り返すかは状況によって異なりますが、今回の例では100回繰り返したとしましょう。100回目の還元関数で求められた値が今回は 1928ABCD だとします。そしてレインボーテーブルの面白いところは、最初の 0000ABCD という値と最後の還元関数によって算出された 1928ABCD、 この2つの値だけを記録しておきます。つまり途中で計算したハッシュ1やハッシュ2、 R1 や R2、 このような途中での計算結果は記録しません。そうすると全ての情報を記録するよりも単純にかなりのデータ容量を削減できていることがわかります。そして次に初期値を変えて同じようにいくつかのパターンでハッシュ化したテーブルを作っていきます。今回はこの3つのパターンでチェーン化していって3つのレコードを準備しておきます。すべてのレコードにおいて記録しておくのは最初の値と最後に求められた還元関数の値だけです。このように情報が大量になったとしても覚えておくのは最初と最後だけ、かなり情報量を節約できてますよね。さあではレインボーテーブルの準備ができましたので、レインボー攻撃を開始していきましょう。目標はハッシュ X を使った平文を推測することです。推測する方法は実は結構簡単で、レインボーテーブルを作った時と同じ工程を推測したいハッシュ値に対しても行うということです。つまり推測したいハッシュ値 X に対してレインボーテーブルで利用したものと同じ還元関数を使って
何かしらの平文を求めます。今回は 9739ABCD という値が出たとします。算出したこの還元関数の値に対してまたレインボーテーブルを作った時と同じようにハッシュ関数を使ってハッシュ値を求めます。するとハッシュ値が求められます。そしたらこの繰り返しですね、ハッシュ値をまた還元関数にかけて、それをまたハッシュ関数でハッシュ化してというふうにどんどん繰り返していきます。はい、すると運よく4番目の還元関数で求められた値が R100 と同じ値になりました。 1928ABCD です。これが何を表しているのかというと、この 0000ABCD の中のレコードの中に求められている平文の情報があるということを表しています。そうなると他のテーブルを参照して探す必要がなくなるので、効率よく平文を推測することができます。ここのテーブルが怪しいという狙いをつけたら、テーブルを作成した時と同じようにまた計算を行っていきます。この R100 の値と求めたいハッシュ X を4回還元関数にかけた値が一致したということは、同じ分だけの情報を遡れば平文を推測することができるんです。何を言ってるかというと、 RX3 と R99 は同じ値になるはずです。 RX2 と R98 も同じ値になるはずです。 RX1 と R97 も同じ値になるはずなんです。そして求めたい平文はハッシュ X を作る前の平文です。つまり R96 が求めたい平文に対応しているということなんですね。このようにしてレインボー攻撃はパスワードを推測できるんです。いや、こんな方法よく考えつきますよね。このレインボーテーブルを使ったレインボー攻撃はなかなか概念が難しいと思うんですけども、何かの参考になれば幸いです。最後にレインボー攻撃に対する対策についてもお話ししておきます。今回はハッシュ X をどんどん還元関数で戻していく中での RX4 と R100、 この値が一致してしまったことで元の平文が推測されてしまいました。つまりこのように RX4 や R100、 この値を一致させないようにすることが対策になります。例のように数字4桁とソルトとして、英字4桁だとバリエーションとしては少なすぎます。このようにバリエーションが少なすぎるとレインボーテーブルを使って推測されてしまう可能性があります。パスワードとソルトのバリエーションをしっかり増やして情報を一致させないようにすることが対策になります。それでは最後に今回の学習内容をまとめていきましょう。今回はレインボー攻撃について勉強してみました。最後に復習です。レインボー攻撃というのは、あるテーブルを使って時間と空間を節約しながらハッシュ値から平文を推測する方法です。どんなテーブルだったかというと、レインボーテーブルですね。あとレインボーテーブルを作るときには特別な技術を使って情報をコンパクトにまとめて記録するんですけども、その技術のことをチェーン化と言っていました。あとはレインボーテーブルを作るときの流れも見てもらいました。パスワードになり得る平文を作る関数のことを還元関数と言いますので、還元関数という言葉もぜひ覚えておくといいと思います。ハッシュ関数と還元関数、この2つをうまく使って情報をつなげていきます。それがチェーン化ですね。そしてレインボーテーブルでは情報容量を節約するために情報を一部しか記録しません。どこの情報を記録するかというと、この白いレコードの情報であれば最初のこの 0000ABCD の値と、あとは一番最後に求められた還元関数での値、この2つの値だけを情報として記録しておきます。そして解析したいハッシュ関数も同じようにハッシュ関数と還元関数を使って算出していき、平文が一致したものがあれば対象のレコードから再計算していって当てはまる平文を推測できるというものがレインボー攻撃でした。このレインボー攻撃に関しては少し難しいかなと思いますが、参考になればとても嬉しいです。それでは今回の動画は以上です。この動画気に入っていただければ高評価、チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。
あとはもし友達で支援士の勉強を頑張ってる人がいれば、その人にもこの動画をシェアしてもらえるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後まで動画ご視聴いただきありがとうございました。